はいどうも皆さんこんにちは、ブレサスです。だけどキヤキの奇跡やっていきましょう。ついに来ましたバレンタインイベント。まあガチャがもう実装されてるので早速引きたいと思うんですけども、まあとりあえずまずはね、恒例のイベントの解説というか状態をお説明しましょう。というかまあみんなで一緒に振り返っていきましょうって感じやね。今回は計160名様にバレンタインの贈り物、キヤキの奇跡特製バレンタインカードをプレゼントということで、そしてバレンタインカード&オリジナルフォト得得、時間を持ち上げましたね、獲得ですね、確定券&抽選券、確定券もしくは抽選券をゲットしましょうということで、オリジナルフォト確定券、バレンタインカード確定券、そしてオリジナルフォト抽選券というものがあります。でイベント専用ステージで遊ぼう、でステージクリアで、井口、星4の井口がもらえると。でポイントを貯めると佐々木ミレーとスフーちゃんがもらえると。で報酬ではハブちゃんとスズモンがもらえます。でテンションゲージはいつもと同じ通り、アンコールランクも全部同じ通りです。はい、というわけで、こちらですね、バレンタインカード確定券は、上位5名の方が、もらえるということで、まあ計160名様でしたっけ、なんで 36×5 で160ぐらいですね。なのでまあそうですね、上位5位皆さん頑張ってください。本当に欲しい方は僕は正直言っていらないので、そこまで目指すつもりはありません。次、ゲーム内アイテムオリジナルフォト抽選券とは、サイン入りオリジナルフォト5枚セットの、獲得に抽選に参加できるアイテムです。イベントバレンタインのやつでうわーみたいな感じなので、まあここの一番上にあった通り、まあ640名様にオリジナルフォト5枚セットが当たりますよっていうことですね。でまだこれランキングを見れるわけではないのでちょっとあまり言えないんですけど、うまいことが、まあこの報酬一覧の累計ポイントランキングから、見てみますと、まあ1位の方はもちろん確定券2枚で、2位の方も確定券が2枚で、3位4位までがバレンタインカード確定券、あ、違いますね、これ4位と5位か、すいませんね、見間違えました。で、そこから6位から10位の間がオリジナルフォト確定券と、で、15位までがフォトの確定券なのかなですね。15位までがフォトの確定券なので、オリジナルフォトが欲しいって方は15位以内を目指してください。もちろんカードが欲しいって方は5位以内を目指してみてください。はい、で、あとはそうですね、その他もろもろは特に変わらずって感じですかね。はい、そういうことでございます。お腹空いた。さあ、というわけで、ガチャの解説の方先にさらっと言っておきましょう。まあね、なんか解説動画でガチャ引けとかいうわけわかんないコメントとか来てたんでね、なんかね、なんだろうね、原田葵、お互いに通じ合えるっていいな。下が回んない。お邪魔玉6個を2レベル下げる。まあなんかこれさ、俺パッと見た時さ、青たんだけさ衣装なんか違くない？ちょっと暗めじゃない？衣装が、うん、なんだろうね、まあ衣装全員違うっていうのはわかるんだけど、青たんだけちょっと黒いよね。肌がとかじゃないよ、これディスってるわけじゃなくて、衣装が本当になんかみんなと違うパターンだよねっていうことです。で次、リサ、今日は一緒に帰ろう、スキュー玉起点に横3列長期する。で青属性、なるほど。で次、ウショちゃん、運命の人って信じますか、赤のパズドラの事故をスキュー玉のあった場所にまとめる。ん、新しいな。赤のパズドラの事故をスキュー玉のあった場所にまとめる、万有店員ですか、ペインの。これナルト知ってる人じゃないとわかんない。万有店員だっけ、あの引き寄せるやつで。なこれはちょっと使ってみたいね、使ってみたいスキルカードですね。うん、次、キョンコ、ここまでが星5です。今日のハートはチョコでお届け、今日のハートはチョコでお届け、あ、ハート型のチョコってことね。なるほどなるほど。キルトブラスケのバズ玉12個赤のバズ玉に変化させると赤属性です。で次、バレンタイン2018、シモリニジカ、好きなものすいません、教えてほしいな。ブロック玉10個1レベル下げる。で佐藤しおり、思いは縛られずに伝えたいから。なんこの格言みたいな。あとしーちゃん、これ衣装ちょっと可愛くない？サンタっぽい、サンタっぽいって言っちゃダメだな、まあ、赤だから基本的にサンタっぽく見えちゃうのかもしんないけど、俺ねオフショル結構好きなんですよ。でもね、オフショル着る女性でちょっと注意してほしいのが、あのデコルテとかここのラインちょっと綺麗にしといて、首周りとか、うん、じゃないと俺許さないから次、影山優香、もらわないとチューしちゃうぞ。うわお、積極的やね影ちゃん。
青のパズル玉11個ワンレベルアップさせるということで、全体の解説が終わりました。で、カードラインナップがこうなっております。特技&冬コーデが全部、そしてバレンタインが追加されているという形になっております。世界のやつは出ませんのでご注意してください。というわけでいきましょう。まずは天井1回引きます。天井1回分だけ、まあ、あのエンブレムがねあるし、あるんですけど、あの僕のねこの頑張るって言った時のイベントのガチャ、イベガチャの星5率の低さやばくないですか。だってほらここ3人でうち1つは確定だから2体しかいないんですよ。本当に引き悪いんですよこのイベントの時の俺って。ほらね、だから冬コーデとか出るんだよマジで。本当になんで出るんだよここで、なんで冬コーデが出るんだよ。かげちゃんと、もう一人は、通常のかげちゃんですかね。ほらね、だから悪いんだよ俺ガチャね。だから引きたくないんだよ俺は。パッドでしかね俺は引かないしね。まあ天井1回分は引くって言ったのは、まあ星5一体確定するからなんだけど、まあその今2400個近くあると思うんだけど、俺のダイヤが2300個かな確か。そんなねあれなんだよね。4人でうち1人確定だから3人でしょ。もう低いんだよ俺確率が本当にやばい。でまあ星4をねたくさん持っていてもそれはもちろんいいんですよ、便利ですから。はい残念。おおしーちゃんだ、よかったよかった。で普通治ったんであと1人かな。ちょっとね今ねびっくりした、なんでここで出るんやん本当に。しかもさ俺多分特技のみーちゃん初めて出たんだけど、年下の男の子ってあのなんか文字がさでかすぎてさ、あのこのバッて出る時のわかるかな、こうかな、みんなの形だったら。いやだからなんで出るんや、確率おかしいやろ本当に。で誰虹か、星も一応揃ったし、もちろんあのエンブレムもあるから全然できるんだけど、マジか。一応これで星5確定だけどさ、いやマジか、なんで確率の壁超えちゃうかね2回も、おかしいだろう。別に持ってても使わねえよ。4人のうちの1体確定、過去星5ポッケにて入れてもいい？待って、まだ喜ぶのは早い。これで確定枠が青たんだった時俺は泣く。でこれ冬コーデじゃんよく見たら、すげー、なんで俺冬コーデばっか出るんだよ。あー確定枠しかない、青たんじゃねえか、しかも結局青いじゃねえか、やばマジか。なんでなんなのこの確率は本当に。なんで冬コーデ特技がすごい出てくんの、もうガチャ引くよこんなの、次の天井分まで引いてるわこんなの、66年だわ本当。いやーマジかマジか、ちょっとこれは予想だにしてなかったね。あとね俺ね、あの箱根旅行行くことが決まったからさ、あんまりねそのお金を使うことができなくなっちゃったからさ、あの上位ランクに入るの難しいかもしれない。まあ星4は集めといて正解、これと次かな。まあ、しーちゃん出てくれてありがたい。次はい残念で、星4枠しーちゃん、なるほどね。いやーマジで冬コーデと特技にすごい吸われてるな確率を、なんでだろう本当。いや俺マジで箱根楽しみだからお金使いたくないんだよ本当に。いやーマジかー、頼むぞここでバレンタイン星5出てくれ。4人うち1体は星4確定だから最初の1体残念。
これと次かげちゃん次かん手温めてあげるね冬コーデあーマジかマジで言ってるたぶんね引き自体はねいい方なんだよ俺たぶんこの結果から見るとただ違うんやあー天井2回目あー66で引いちゃったよとうとうやーばいマジかこれで煽ったんだったらマジで俺イベント走んないもう決めたイベント走んないわ俺やめるイベントやめる5人ワンチャンあるでうちって確定だからあと3人のうちって確定だからあと2枠かほい来ないほい来ない今日は一緒に帰ろうリサだああよかったああ安心したああしんどしんどいああしんどというわけで2体ですね天井分しか出なかったマジかよマジかあせっかくだからホームのリサ変えておきますかはいこんな感じになっておりますマジかいやーマジか俺今ダイヤあと何個ある1042まあ1200個使ったからねでもあと600使うのもちょっと正直ってきついんだよな待って俺計何体出た星5まあ天井分あるけど計何体出た6体だから10連に1回は星5は出てるんだよその天井分も含めて10連に1回は出てるんだけどバレンタインじゃないんだようわ俺これ走るかどうか悩むな俺このガチャの引きで決めるんですよいつもやるかどうかって悩むないやぶっちゃけまあ星4まあたくさん出たから全然それでも回れないことはないんですよ今から星4覚醒してみるけどたまに忘れちゃうんだよねこのソート順がソート順って言ってるのかなまあその並び順がはいこれでまずは、かげちゃんが、フル覚醒と。しーちゃんが、3、あと1人か。待って、この角度のしーちゃんやばない?あと誰だっけ ?2 時かだっけ星4枠は。おい、このさ、トレーニングカードをタッチしてくださいの、この枠?この枠さ、もうちょっと大きくしてくんねえかな?見にくいんだよね。それかカードをちょっと小さくしてくれるとかさ正直言って見にくいんだよね待って相当順で一番上に行かなきゃいけないからあ俺2時かそんな出てねえなそう考えると俺星1エンブレムそんな集めてなかったんだよね星5ばっかりに執着しててあるかなあ1個2個あった2個だけ2個だけかまあいいやあと1答えは多分ガチャ引きは出るだろうっていう感覚で後で OK まだ終わりませんよ動画ちょっと今回は欅の奇跡動画史上最長の動画になるかもしれないからねマジで次はねリサのバレンタインもうこれね天井分で被ったとしてももういいだって俺限界突破のカード16枚あるんだもん
待って、一応レベルも上げておくか。はい。まあ、たくさんあるからね、星5のスポドリ俺。はい。あとは覚醒かな。では一応これはここで置いておいて、で次青タン。青タンがどれだっけ、こっちだよね。で紫の青タンってやっぱなんか、あれのイメージが強い。星4のイメージが結構強い、俺の中で。OK。やっぱ、やっぱりそうかな。で、牛尾ちゃんのスキル使ってみたいけど、牛尾ちゃんちょっと欲しいんだよね。はい、終わり。ってことで、よ。バレンタインガチャ。結果は惨敗という形に終わりました。ちょっと俺的には満足いってないので負けですね、これは。まあ俺いつもね引き悪いからね、こういうイベントの時のガチャっていうのが。だからまあ仕方がないかなっていうのが見えてた、こうなることが分かってた、正直言って。まああとの1000個と、まあこのダイヤ増量キャンペーン2倍で入る1400個でまだ2000いくので、まあ、ガチャ引いてもいいし、まあ、イベントで分回してまたそれでダイヤ入ってくると思うので、それでやっちゃってもいいのかななんて思っております。ちなみにですけど、今の段階でパーセンテージは 250% のボーナスですね。まあ80が85と20と1818、まあ、あと 2% は 2% 上がるから 54% なのかな、合計でっていう感じです。ちょっと、まあもうちょっと欲しいなーって感じがあるけど、あとは、俺は誰を引かなきゃいけないんだ？牛尾ちゃんとキョンコを引かなきゃいけないのかな？そうっぽいね。そうっぽいから、まあそれを目指して頑張っていこうかなと思います。またね、ガチャ引くときなんか動画かツイッターかなんかで、いろいろとご報告させていただきますので、そちらの方、また、別途ね、ご覧ください。今回はここで終わりにしたいと思います。ご視聴どうもありがとうございました。チャンネル登録の高評価の方よろしくお願いします。サブチャンネルの特別ツイッターのフォローもぜひぜひお忘れなくよろしくお願いします。サブチャンの方ではね、イベントがないときとかに、メインストーリーを、ボコボコ進める機会を、やるので、またね、そちらの方もお楽しみに。ということで、以上で終わります。ご視聴どうも、これは言ったわ。また別の動画でお会いしましょう。バイバイ。